どうもレゴラジです、本日もスターウォーズスカイウォーカーサガやっていこうと思います。で本日は4月19日いよいよこれの解禁日です。でダウンロードコンテンツのキャラクターパック、クラシックキャラクターですね、あとローグワン、こちらの2つが今日から使えるようになっています。自動でインストールする設定になってると思うので勝手にこうやってなってるんですが、実はですね、ゲームを途中で終了している場合はですね、一旦ゲーム自体を終了させて、再度始めるとこのように出てくると思うので、出てこないなという方は一度お試しください。で今日紹介していくのは、クラシックキャラクターパックの方になるんですが、ルークとレイヤー、ハンソロ、ランド、ダース・ベイダーの、5つのキャラクター、こちらクラシックっていうのはですね、1999年の、ミニフィグの、ミニフィグをモデルとした、キャラクターたちになっています。レゴラジは古いレゴ大好物なので、よく見てるんですが、懐かしいなぁと思う方多いのかもしれませんね。ということで早速見ていきましょう。今日もコルさんと連邦管区で撮影です。ここが一番いいと思うんだよね。公式の説明でルーク、レイヤー、ハン、ランド、ベイダーと書いてあるので、まあその通りの順番でやっていこうと思います。まずはルーク、ルークはジェダイのところにあります。名前の横にこんな風に、クラシックとついてるのが、今回追加されたキャラクターになっています。ジェダイだ。かつて父がそうだったように。いいじゃないですか、レゴラジはこれ好きです。セリフは他のルークと同じですね。ピュンピュンモードを解除するのを忘れてしまったんですが、音がブオンブオンじゃなくてブンブンになってます。ピュンピュンモードについても動画にしてますので、ぜひそちらもご覧ください。かなりこれは面白いです。続きまして、レイヤ姫の、クラシックバージョン。レイヤ姫はヒーローですね。ヒーローのところにあります。でレイヤ姫のクラシックのレアミニフィグといったら、あのジャバのとこに捕まってるやつなんですけどね、今回はそれじゃないみたいです。冗談です、帝国を倒しましょう。後ろでルークがブルーミルクを飲んでおりますが、これがレイヤ姫のクラシックバージョンになります。ブラスターはちょっと懐かしい。これ、他の動作も、一緒ですね。通常のレイヤと動作は多分同じだと思います。と言ってもルークもレイヤも、いろんなパターンが用意されているので、まあ同エピソードの同レイヤと同じ衣装のやつ、同じ動きになってるのかなと思います。そして次は、ハンソロのクラシックバージョンです。ハンソロはならず者ですね。こんな感じ、まあ、これも特別なモーションとかはないですね。そしてランド・カルリジアン、これもならず者のところにいます。でこれキャラクター探すときになんですが、あいうえお順になっているので、まあラダと一番下の方にあるって感じですね。キャラクター一覧の一番下のところに全てのキャラクターというのがあるので、そこからあいうえお順で探しても見つけることができます。もうダメかと思ったぜ。ピュ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 。でランドのブラスターもこれですね。これ結構かっこいいですよね。そして最後はダース・ベイダーのクラシックバージョン。これがね結構面白いんですよ。よく見てください。もちろんダース・ベイダーはダークサイドのところにいます。通常のベイダーの隣に一つ増えたのがクラシックバージョン。暗黒面の力を思い知るがいい。このベイダークラシックバージョンです。正直違いがわかる方少ないんじゃないでしょうか。レゴラジはまあどっちのミニフィグも持ってるので、
なんとなくわかりますけど、違いがね、違いを見つけるのがこれだと難しいです。私は遊びに来たわけではない。はい、うん、これは一緒、ちょっと違うけど一緒ですね。ほぼ頭をね取ったらわかると思うんですけどね、違いが。つまりですね、ダース・ベイダーのミニフィグは20年進化してないというよりも20年前にもう完成されてたってことになりますね。さすがベイダー教ですね。ということで、本日解禁になったダウンロードコンテンツクラシックキャラクターパックの紹介でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。